はい、木村農園です。7月の31日、今日で7月終わりですね。あっという間に7月も過ぎていきました。夕方の今4時20分、まだね日が強くて肌が太陽に当たるとヒリヒリして痛いです。今ねいちごハウスの横にある自転車道路、通学路、散歩道のところを歩いています。こっちがいちごハウス、 50m、 正確には 51.5m あります。で、空いた場所にはエゴマが植わっています。タイトルで分かるように風船カズラの種を今から見に行きます。ここね、草刈り年に4回も5回もしてるんですがね、すぐこんな風に伸びてしまいます。またある程度農作業が落ち着いたら草刈りしていこうかなと思います。で、風船カズラですがここにあります。ここは去年キュウリを植えていたところ でそのまんま春に去年のキュウリが終わって、でそのまんまスナップエンドウを去年の秋に植えたんですよね。でその後この春にスナップエンドウを収穫して、収穫が終わる頃に風船カズラの種を植えました。でこれが風船カズラ、見たことあります？風船カズラ、花がねまだ少し咲いていますが、花言葉はあなたと一緒に飛びたい、あなたと一緒に飛びたい。一見ねちょっと怖いイメージがあるかもしれませんが、あなたと一緒に飛びたいっていうのは、これが風船なので、まあ、風船に乗ってかなってかわからないですが、それで一緒に飛んでいきたいねっていうメルヘンチックな花言葉だと思います。まあ諸説ありですね。でこれ今回はこの中に種が入っているんですが、その種の模様がね面白いよっていうことで動画撮っています。皆さん知っていますかね、種。これがそろそろ熟成してると思うので、この風船の中に種が入っています。では開けますね。見えてきました、この黒いやつ。ちょっと待ってくださいね、カメラの位置がわからないんで携帯で確認しようと思ったらこんな感じか。もうちょっと、これくらい前持ってきたらいいかな、難しいな、まあ、この辺ですね。では種を出します。こんな感じ、わかります？こうかな、映ってるかな。黒い種に白い模様、ハートの模様なんですよね。何粒か出してみましょう。
3粒入っていました。わかります？ちょっとねカメラがどうしたらいいかな。かわいいねハートのマークの種になっています。これ結構知らない人が多くてね、年に1回か2回ね小学校が社会科見学でやってくるんですが、その時にこれを見せると子どもたちも大喜びだし先生も喜んでくれます。じゃあもう一つ問題、この緑の方はどうなっているかやってみましょう。緑の方も開けます。すると出てきました。待ってね、よいしょ、ほらこんな感じ。緑の方は中身もまだ緑で、模様はきちんとハートの模様になっていますが、まだちょっとつながっているところが枯れていないんで、こんな感じですね。これが風船カズラの実ですね。もうちょっとね茶色く、すべてがねこんな風に茶色くなったら収穫しようかなと思います。さあ何をしようかな。やることはねたくさんあるんで、こっち人参の太陽熱消毒、こっち、あ、暑いですね。もういつでも植えれますが、雨降る前にね剥がさないと水やりが大変なんで、これもいつ植えようか、8月お盆ぐらいに植えようかな。ハウスの中はまだ入れないから、このエゴマの草刈りでもやっていこうかなと思います。明日8月1日は息子の通う井谷道水館の吹奏楽部の、島根県の吹奏楽コンクールがあります。今年3年生なので最後のコンクール、去年はねコロナで中止だったんで、高校野球の方でね野球部が甲子園決めているんで、ぜひとも吹奏楽の方も頑張ってもらいたいなと思っています。以上、木村農園でした。